どうもこんにちは。今回はトヨタの本気の電気自動車である BZ4X に関する最新情報として、なんとスペックを大きく下回る充電性能が海外市場においても露呈し、セニー本チャンネルにおいて検証されていたその充電性能の低さが真実であることが明らかになってしまったことについて、期待外れの BZ4X を通して明らかになるトヨタの電気自動車に対しての姿勢についてを徹底的に考察していきたいと思います。まず今回のトヨタ BZ4X に関する急速充電性能については、本チャンネルにおける充電性能テストおよび1000キロチャレンジの結果からも明らかなように、特に充電残量 80% に達した段階で充電出力が大幅に制限され、普通充電並みの充電スピードまでに制限してしまうという挙動、そして何よりも連続の急速充電によって期待通りの充電出力が得られなくなり、充電の時間が大幅に伸びてしまうという、それこそ電気自動車のパイオニアである日産リーフにおいて顕在化していたバッテリーの熱だれと同じような挙動が示されてしまっていた。しかしながら我々日本市場においては、本チャンネル以外でBZ4X を急速充電と高速走行を繰り返した人間が存在しないため、それはお前がトヨタを貶めるために改ざんした映像を流しているだけだろうだったり、それはお前の使い方が悪いなど、その検証に対して疑念の声が散見されていた。なんと一部のトヨタディーラーの営業マンに関しても、この映像は捏造であると指摘していたそうなのです。しかしながら今回追加で明らかになってきたことというのが、海外の自動車メディアが本チャンネルと同様に充電性能テストを実施してきたということで、それがモータートレンドという古くからの自動車メディアであり、特に北米市場で発売されている AWD グレードの車両を使用して急速充電を行い、その様子を記録したのです。そして今回モータートレンドが検証を行ったグレードである北米市場向けの AWD グレードに関しては、1点押さえておくべきポイントが存在し、それが搭載バッテリーの種類が FWD グレードとは異なるという点であるわけで、というのも我々日本市場と欧州市場の全グレードおよび北米市場向けの FWD グレードについては、パナソニックとトヨタの合弁企業が生産している 71.4kWh のバッテリーである一方で、中国市場の全グレードおよび今回の北米市場向けの AWD グレードについては、中国 CATL 製の 72.8kWh のバッテリーが搭載。したがって搭載されているバッテリーの種類が異なるために、その充電性能も大きく変化してしまうということなのです。特に本チャンネルが検証していた車両というのは FWD グレード、そして当然ながら日本市場向けの車両ということで、パナソニック製のバッテリーが搭載されていたわけであり、新電源製の 150kW 級急速充電器を使用して充電を行った結果、充電残量 10% から 80% まで充電するのにおおむね38分程度という充電時間を要した。確かにトヨタが主張している充電時間30分という充電時間には届いていないながらも、この新電源工業製の 150kW 級急速充電器については BZ4X を使用して 150kW という充電出力を発揮させることができないということもあり、まあぼちぼちトヨタの主張するスペックを達成できる見込みだわけです。しかしながら今回問題となっている CATL 製バッテリーを搭載した AWD グレードというのは、最大でも 100kW という充電出力しか対応できず、しかも充電残量 80% まで充電を完了させるのにおおむね60分程度という充電時間をアナウンス。つまりパナソニック製のバッテリーと比較しても実に倍の充電時間を要してしまう。特にすでに電気自動車を所有している方であればお分かりと思いますが、充電残量 80% まで充電するのに1時間も必要であるというのは、少なくとも2022年に発売されている急速充電に対応した電気自動車としては世界最低レベル。したがってこの充電性能というのが本当に BZ4XAWD の MAX の性能であるのか、それともトヨタがあえて下に見積もってきているスペックであるのか、それを確かめるためにもその実際のユーザーによる検証が待望され、そして今回モータートレンドが調査を行ったということなのです。そしてその充電性能テストの結果に関してですが、結論から申し上げて、充電残量 5% から 80% まで充電するのにかかった時間が実に64分間。したがってトヨタがすでにアナウンスしていた AWD グレードの充電時間が1時間という数値というのは、何もトヨタが最低限達成可能なスペックを表示していたのではなく、その限界の性能を表示している可能性が極めて濃厚。つまり BZ4X を急速充電するのにかかる時間が世界でも最低レベルの1時間というのが、現在のトヨタが有する電気自動車の充電性能を決定づけるバッテリーマネジメント能力の限界である
ということなのです。また具体的に充電性能の検証結果を見ていきたいと思いますが、そもそも今回の充電性能の検証を行うにあたって、バッテリーパックの温度が低すぎることによって充電性能の制限を受けるといういわゆる寒さだれを防止するために、充電を行う前におおむね45分程度の運転を行い、さらにその際の外気温というのがおおむね18度ということですので、少なくとも極寒の環境下で充電性能が制限されてしまうというような条件下ではない。よってその検証方法に問題があったわけではなさそうであると思います。また今回使用した急速充電器というのは、全米で最も信頼性の高い公共の超急速充電ネットワークであるエレクトリファイアメリカの 150kW 級急速充電器を使用。こちらの急速充電器に関しては、厳密に言えば充電器メーカーの種類によってスペックが若干異なるものの、基本的には最大 350A という電流値、そして最大 500V という電圧となりますので、今回検証が行われた BZ4X の最大充電許容出力の数値である 100kW、 具体的に分解すれば 350V という電圧と 285A 程度の電流値の両方の最大値を発揮することができるはずです。しかしながら、実際に記録することのできた最大充電出力の数値というのは、なんとたったの 65kW 程度ということで、トヨタの主張している 100kW という充電出力にはまるで届いていない。しかもその 65kW という充電出力の数値は、充電残量 33% 程度に到達した段階で徐々に下落し始め、充電残量 50% の段階ですでに 50kW という 40kWh のバッテリーを搭載した現行型の日産リーフよりも充電出力が落ち込んでしまっている。そして充電残量が 80% に達した段階で、その充電出力はすでに 20kW。 当然ながらこの充電残量 80% 以降というのは充電出力が極端に制限されるという挙動となりましたが、この通り 80% 充電するまでに64分という充電時間が必要となりながら、しかもトヨタの公表している最大 100kW という充電許容出力の数値にすら達していない、極めて厳しい充電性能が明らかになったと思いますし、この充電性能に関しては2022年から発売される電気自動車と比較しても史上最低レベルを達成してしまった。トヨタの電気自動車としての実力が実際に検証結果からも明らかになってしまったということなのです。ただし今回のモータートレンドによる検証結果だけではなく、アメリカの電気自動車専門メディアであるインサイド EVs による全く同様の BZ4X の AWD グレードを使用した充電性能テストも実施され、こちらの検証結果に関しては以前の動画においても取り上げていたわけですが、結論から申し上げて、最大充電出力の数値が充電残量 16% の段階で 88kW、 充電残量 0% の状態から 80% まで充電するのにかかった時間が62分ということになりましたので、確かに今回のモータートレンドの検証結果よりもより良い充電性能が記録されていたことは確かな一方で、やはりトヨタ側が主張する 100kW という充電出力には届いていないということ、そしてこの2つの検証結果から生じるさらなる疑念として、そもそもなぜ2つの検証において充電出力の数値に変化が見られるのか、つまりこのことからも少なくとも BZ4X AWD に関しては、その直近の走行条件だったり外気温などによって充電性能が敏感に変化してしまう可能性が濃厚、安定した充電性能を発揮することができないということですね。ちなみにですが、この BZ4X の充電性能の安定性の低さに関しては、すでにトヨタ自身も注釈として小さく記載していたということで、こちらの BZ4X について知っておくべき5つのことと題する記事の中において、外気温が10度以下の状態になるとグレードに関わらず急速充電にかかる時間がかなり長くなってしまうとアナウンスされ、さらにその上 AWD グレードについてはさらなる注釈が存在し、それが外気温が氷点下を下回った状態に達するとその他のグレードと比較してもさらに充電スピードが低下する可能性があり、そして外気温がマイナス20度以下という超極寒環境状態に達すると急速充電が使用できなくなるという衝撃的な注釈すらつけてきているということなのです。こちらの低温環境下における充電性能に関しては、それは電気自動車一般に言えることなので、特段トヨタ BZ4X を名指しして問題視する必要はないのではないかと思われた方も多いかもしれませんが、それこそ本チャンネルが2022年の1月から2月にかけて行った北海道遠征において、特に陸別という日本でも最も寒いロケーションにおいてマイナス20度を下回る条件下で急速充電を行いましたが、急速充電ができなかったなどということは確認されなかったですし、少
なくとも本チャンネルが観測している範囲で言えば、北海道陸別よりも気温が下がるカナダの一部地域でテスラなどを運用している電気自動車オーナーが急速充電をすることができたという報告をいくつも確認している。このことからもマイナス20度という環境だからといって急速充電ができないというのは明らかに充電性能が低いと言わざるを得ないということになると思います。ちなみにですが、そもそも論としてなぜ今回 BZ4X の AWD グレードに CATL 製のバッテリーを採用してきているのかが全くの謎であるわけで、というのもそもそも AWD グレードというのは豪雪地帯において重宝されるグレードであるわけで、したがってより寒さが厳しい地域である可能性が非常に高い。それであるにもかかわらず、なぜかトヨタ側についてはその寒さが厳しい地域で重宝される AWD グレードにその寒さによって充電性能の制限をより受けてしまうCATL 製のバッテリーを搭載してしまったのか。常識的に考えれば、そのような低温環境下および豪雪地帯向けの AWD グレードこそ充電性能がよりマシであるパナソニック製のバッテリーを採用するべきだったのではないか。こちらはおそらくですが、スバルソルテラに関しても北米市場向けの車両については FWD グレードはラインナップせずに全て AWD グレード、そしてそちらにも CATL 製のバッテリーが採用されていることから、やはり本当はパナソニック製のバッテリーを全車に搭載したかったが、やはりバッテリーの生産キャパシティが足りないことによってバッテリー性能で明らかに劣る CATL 製を一定量採用せざるを得なかったのではないか。しかしながら中国製というワードに過剰反応する日本、そして電気自動車としての質という観点で目が肥えてしまっているヨーロッパ市場に対してはこの CATL 製のバッテリーを採用することができず、消去法的に北米市場向けの車両、特にスバルとの開発の最適化という観点でAWD グレードしかラインナップしていないスバルと同じ AWD グレードに対して CATL 製を採用せざるを得なかったのではないかということなのです。さらにもう一点補足情報として、直近の動画において BZ4X についてはグレードに関わらず1日2回以上の急速充電を行うと充電出力が制限されるという一部の自動車ジャーナリストによる情報を取り上げていたわけですが、こちらはすでに本チャンネルの1000キロチャレンジにおいてもまさにこの充電制限の挙動が確認されていたわけですが、実は今回取り上げている北米市場向けのアナウンスにおいて注釈として全く同様の内容を記載しているということで、この通り1日2回以上フルに急速充電を行うと充電時間に悪影響を及ぼすという趣旨の記載を行っている。正確な把握をする場合、まずこの1日2回という意味がいわゆる日付が変わるまでの間を意味するのか、それとも直前の急速充電から24時間のインターバルを挟むことでリセットされるのかなど、その定義が不明でありますし、 DC チャージングフリーフルの急速充電という意味が最大の充電性能を発揮できる急速充電器でのみ適用されるという意味なのか、もしくは充電残量 100% 近くまで急速充電を行うことで1回分とカウントされるのかという意味なのかが不明。ちなみに1000キロチャレンジにおいては 100% まで急速充電を行ってもいませんし、150キロワット級の急速充電で充電を行ってもいないわけですが、この充電制限の詳細については分かり次第情報をアップデートしていきたいとは思います。このようにして今回 BZ4X の充電性能を実際に検証する様子がレポートされ、やはり本チャンネルが指摘していた通り BZ4X の充電性能が低いということが明らかになってしまった。特にトヨタの主張している充電出力の数値に全く達していないということ、充電時間が1時間という最新 EV としてはかなりオワコンなスペックにとどまってしまっているということ、外気温10度の状態になると充電性能が大幅に悪化してしまうということ、グレードによってはマイナス20度になると急速充電ができなくなる可能性があるという衝撃的な注釈も存在。1日2回以上の急速充電については充電出力を制限、そしてこれがトヨタが独自開発してきた電気自動車専用プラットフォームを採用した初めてとなる本気の電気自動車、そして CM や自身のメディア上で電気自動車にも本気であると社長自らが高らかに宣言、頭が痛くなってくるのは私だけでしょうか。いずれにしても一部のインタビュー内容によれば、これらの充電性能の低さというのはあくまでもトヨタが約束している10年20万キロ走行後でも新品状態と比較してバッテリー寿命 70% 達成するためであるそうですが、このレベルのバッテリー保証というのはすでにテスラが10年前から発売しているモデル S でも余裕を持って達成することができている。当然ながらモデル S においてこのレベルの充電性能の制限をかけているわけがない。そもそもこの
のことからもそのトヨタのバッテリーマネジメント技術に首をかしげることしかできませんし、何よりも電気自動車における急速充電性能は極めてクリティカル。1日2回までの急速充電制限だったり、外気温10度を下回ると充電出力が制限されるなど、電気自動車を購入するオーナーのことなどまるで考えていないことは明らか。バッテリー寿命の達成という目的ありきでユーザーファーストな姿勢ではない。このような姿勢で果たして電気自動車戦争で勝ち抜くことが本当に可能だろうか。少なくともこの姿勢で電気自動車に本気であると言い切ってしまう、そのトヨタの姿勢に開いた口が塞がらない。しかしながらほとんどの日本国民はそのような広告宣伝を鵜呑みにして日本すげーと今日も声高らかに叫んでいる。胃の中の蛙大会を知らず、気づいた時にはすでに茹で返るということですね。 EV ガラパゴス、いってらっしゃい。